回帰が,がちだからならし伏見出土線回帰が地だからは、日本最初の金貨。円形に片項が開き、文字、回帰小宝は、きびまきびの筆と伝わる。現三十二品。大乗大臣である、えみよしかつの命により鋳造されたが、鋳造数は極小数であり、質量のばらつきが大きな貴金属貨幣であることから、係数貨幣としては、不適格であり、 流通目的ではなく1万年通り、他から100枚で、金貨1枚と、価格設定することにより、銅線の価値を高める狙いがあったとする説がある。1796年、西大寺斎藤跡から1枚出土したが、献上されて、皇室のおも物となる。人の目に触れることがなかったため、岩仏説すら囁かれたが、1937年、西大寺畑山で、 宅地用の地ならし中に偶然発見される。現在は東京国立博物館に収蔵されている。質量は完成期湿度のものが1 7 6ムと大型であり、昭和時代最大地畑山湿度のものは11.0から1 4 7ムとばらつきが大きい。昭和12年の発見の際、加工と読める銀線のかけらも同時に見つかった。 この銀線は史実に記載がなく、残りの文字もわからない謎の銀貨である。ありがとうございます。